一人になったら受話器を握りしめて誰にでもいいから話がしたくなる。ダイヤル回して呼び出し音が続き留守番電話から明るい声が弟みたいに好き愛笑いあった。あいつ今はどこで何をしてるの。いつまでも甘えて欲しかった。映画に誘われそれより飲みに行こう。無理やり付き合わせ酔いつぶれた私、大人のふりして威張っていたけれども、私が女ならあいつは男、ふざけあった。あいつ今はどこで何をしてるの。